お、金ピカの鳥居が見えた。健康を願ってやっていきましょう。うる、輝いてます。輝きを放ってます。どうもでーす、新横山由紀でございます。本日はですね、僕はあの静岡県浜松市に鎮座する秋葉山本宮秋葉神社に来ております。今から参拝に行ってきます。それでは本日も開会ライフをお楽しみあれ。はい、こちらがですね、秋葉山本宮秋葉神社の参拝案内図ですね。ご祭神は日の神土の狼で、今僕はですね、秋葉山本宮秋葉神社の下社に来ております。ちょっと先にね、下社の方に、参拝をしていきたいと思います。うん、それでは、行ってきますね。階段が結構あんのかな。そうでもないか。はい、ちょっと登っていきます。はい、見えてきましたね。あ、結構ね、いい雰囲気だとこっすね。はい、こちらがですね、秋葉神社の下社でございます。今から、参拝に行ってきます。はい、先ほどですね、下社でお参りをしてきました。こちらにですね、結構なんかいい感じの鳥居があるんですね。すごい静かな場所ですね。下社の階段はあそこから登ると結構いい感じのところにたどり着きます。さっきのそこに鳥居があるんですね。かなり雰囲気のある、あたりも静かでいいっすね。こっから登るとすごくいい感じです、うん、はい、秋葉神社の駐車場にはね、キャンプ場だったりとかバーベキューする場所があるんですね。ということでですね、ちょっと上社の方に行こうと思うんですけども、歩いていくともう結構ね2時間ぐらいかかっちゃったりするんで、ちょっとズルをして、まあ、ズルじゃないけど車で行きます。じゃあね。はい、上社に着きました。なかなかね険しい道のりでした。山をね車登っていくんですけど、10キロぐらいねあって、途中の5キロぐらいはめっちゃめっちゃ狭くて険しい道。ただね、運がいいことに、僕の前はね、バイカーの人たちが10台ぐらいかな、まあ、10台近く、こう、先導して登ってくれたんですね。一般道とかでね、このバイカーの人たちがいるとね、ちょっとね、鬱陶しいなとか思うんですけど、今回のこの険しい道でのこのバイカーの人たちは、もうすっごいね、護送車あるじゃないですか。護送車をこの先導してバイクの人たちがね走っていくような、あんな気分でした。もうかなり助かりましたね、バイカーの人たちがいて。で、5キロぐらい進んだら今度ちょっとね分岐点とか結構まあまあ広くなるんですよ、道が。で、そっからはちょっとねバイカーの人たちはちょっと止まって、僕が
単独で走っていく形になりました。もう広い道だったんで、もう助かりましたけど。で、進んでいったら、今度ね、結構でっかい車がね、僕の前を走っててね。で、そのおかげでまた助かりましたね。その車が先導してくれるんで。で、駐車場着いたら、バスが止まってるんですよね。ようあんな道バスで止まれるな、っつうぐらい。なんで対向車来たら無理だもん。対向車来たらもう絶対、すれ違いできないような場所だったから。ね。ということで、神社の方ね、参拝してきますんで。それでは、行ってきまーす。はい。まあ、なんとかね、駐車場に止めれてよかったっす。これで駐車場満車やったらね、まあ、ここ第一駐車場なんですけど、第二、第三駐車場まで行かないといかないんで。結構ね、1キロぐらいね、離れてるんで、第二、第三駐車場。そうすると歩くのがね、結構大変だと思いますんで、第一駐車場に停めれて、まあ、よかったと思いました。すごいね、あの立派な鳥居があります。あとこれね、すごい大きな狛犬ですね。なんか狼らしいんですね。狼の狛犬だそうです。それでは、行ってきますね。はい、こちらをですね、今から登っていきます。いやあ、ここまでね来たら一安心ですね。あとはあの帰りの車、帰りまた気をつけないと。多分ね、あの雨が降ったりとか、夜っていうかもう夕方とか、暗くなってからあの道通るのはちょっとね危険だと思いますので、あの午前中とかにね参拝するようにしてください。今僕ね日曜日の、10時から、まあ、11時に来ております。本当ね、日が暮れたりしたら、危ないんで、まあ、でもね、あの下社からその神社までもう本当登山なんで、まあ、2時間とかかけて登るのは結構ね、しんどいかなと、はい、やっとね、登りきった感じですね。もうそこ登れば着くような感じですね。よかったよかった。結構登るんですね、第一駐車場から。まあ年配の方もね、登ってるようなんで全然問題ないとは思いますけども、続けて行ってみたいと思います。よいしょと。僕ね20代ちょいの時にね車の免許を取ったんですけども、マニュアル車でね取って、でマニュアル車の車を買って、で免許取り立ての間もない頃に山梨県の大菩薩峠っていうところに行ったんですね。でそこもね結構険しい峠で道が狭かったりするんですけども、そこをね登ってる最中にエンストしちゃいまして、僕もう車のこの後ろはもう崖なんですよ。これエンジンかけ損ねたらそのまま崖に落下するみたいなね、ところで僕エンストして、あの時はね命がけのエンジンかけましたね。無事生きてるんで、助かりましたけど、いやいやいや、今はねオートマ車が楽ですね。ちょっとマニュアル車は多分もう運転できないと思いますね。まだあるのか、はい、本殿という文字が見えました。
もうすぐ着くのかな。着いたらいいな。小さなね、お子さんも登ってるんで。いやでもすごい場所だな、本当に。うわすごいかっこいい。これ狼だな。これかっこいいわ。かっこいい。すっごい強そう。ああすげえ。これはすごいわ。これはすごい。鳳凰かなんかかな。向こうが竜ですね。こっちが竜。はあ、これかっこいいわ。すげえ。さ、まだ登るのかな。まだあとちょっとかな。ひんやりして気持ちいいですね、うん、おー、着いたかな、うん、ようやく多分着きました、よかったっす。おー、よかったよかった、まあ、食事どころなんかがありましてね、ちょっと僕もね、お腹空いてきたんですけど、このまま行きたいと思います。おお、高い。おお、まだ登るのかい。お、金ピカの鳥居が見えた。あそこだ、そこ登ればやっと着きますね。それでは登っていきますね。すごい輝いてます。輝きを放ってます。いやすごい。ようやく着きました。いやすごい、いい眺め。ちょっとね、今から参拝をねしてきますんで、行ってきます。よいしょ。はい、今ね参拝の方してきました。ちょっとねこの景色を見てください。よいしょ。ちょっとねカメラ、はい、どうですか。すごいですね。かっこいいわ、金色の鳥。ね、秋葉山のだいたい頂上付近に本殿があるんですね。標高866メートルのところにあります。いや空とね、鳥居とまさに天空の鳥居ですね、気持ちがいい。いや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 、いやなんとかたどり着いて、来てよかったですね。ちょっとね、御朱印の方いただいて帰ろうかなと思いますんで。それじゃね、へへい。はい、天狗の皿投げということでですね、秋葉さんには昔々天狗が住んでいて、皿を投げては眼力を競っていたと言われていますと。あなたの願いを皿に書き、幸運を開きましょうと。で、天狗みくじ皿投げ500円。
そこからね、下に向かってお皿を投げるらしいです。ちょっとね、やってみましょうか。天狗みくじで、まあ、1回500円でお皿3枚とおみくじを1つ取って、で願い事を書いて願いを込めて投げると。ちょっとやってみましょう。はい、どうも。これからですね、僕皿投げをねしてみたいと思います。天狗のね、まず1つ目の祈願、3枚かけるんでね、 1枚目は健康ですね。健康を願ってやっていきましょう。でもちょっとね、文字がぐちゃぐちゃってなったんで、これちょっと願い叶わないかもしれないですけど、 YouTube チャンネル登録者数100万人でね、これやりましょう。で最後もう一枚、ギャグ爆笑、もう僕が言ったギャグもう爆笑、これやりましょう。ちょっとやってきます。はい、じゃあ天狗のね皿投げやってきます。健康と YouTube の100万人突破とギャグ爆笑、ちょっと投げてきます。それおれおれ、以上、やったぜ。お皿投げをしましたけどね、ちょっと一人じゃ全然盛り上がりません。ということでちょっとね、引いたおみくじを見てみましょう。せっかくなんでね、はい、おみくじがね、中吉、はい、ちょっと読んでみましょうか。古きを捨て新しいものにつくのがよく、あまり一つのことにこだわり考えるのはやめることです。元気を出し、いらぬことは捨て目的に向かって進むことです、と。まことに日に新たに、日に日に新たに、また日に新たなれ。さて願い事、急には望めません、控えた方が良いでしょう。待ち人来ます、安心して良いでしょう。なくし物、場所を変えて探してみることです。旅行、思い切って行きなさい、幸運が待っています。交通事故に気をつけることです。幸運が待っていますとか言ってんのに、なんで交通事故に気をつけることです、何やねん。商売、念を入れて改めなさい、その中に利益がありましょう。学問、怠らぬことです。で方向、西南に進むのが良いでしょう。争い事、勝つのは難しいでしょう。なんだって、求人、男女ともよろしいでしょう。転居、まずよくありません。お産、安産です、男子でしょう。病気、長引きます、医師を選びなさい、何やねんそれ。縁談、思い返した方が良いでしょう。心配してもダメのようです、ということでね、これが中吉かみたいな、ちょっと最後の方書いてましたけど。
ということでですね、秋葉山本宮の秋葉神社に参拝をしてまいりました。はい、今日はねここまでということで、それでは開会ライフ次回も楽しんでくださいね。じゃあねー、またねー、いい夢見てねー、じゃあねー。